ここ最近の日本代表のキャプテンといえば顔でか吉田ですが、吉田の前に日本代表のキャプテンを務めていたのが心整えマンこと長谷部誠です。長谷部はキャプテンとしてワールドカップ3大会を含む日本代表戦に81試合出場しており、これは日本代表歴代1位の記録です。このことからかなり長い期間キャプテンを務めていたことがわかります。またブンデスリーガの名門フランクフルトに所属し、ブンデス最年長となる39歳となった現在でも出場を続けている伝説的な選手です。長谷部はこのように抜群のキャプテンシーや徹底した自己管理能力が様々な形で取り上げられる一方、プレー面ではボランチとしてはかなり得点が少なく地味な印象です。しかし当然精神面だけで日本代表に選ばれ続けるわけもなく、プレー面も素晴らしい選手です。そこで今回は長谷部誠特集として、長谷部の経歴やプレースタイル、実際のプレーを解説していきます。日本代表屈指のキャプテンの珠玉のプレーの数々をお楽しみください。まずはじめに長谷部の経歴を紹介します。長谷部はサッカー王国静岡県の藤枝市出身であり、小学校時代は地元の青島東サッカースポーツ少年団でプレーし、青島中学校進学後は同校サッカー部でのプレーを続けていました。そして中学卒業後はゴン中山などの出身校でもある静岡県の名門藤枝東高校に入学します。藤枝東を選んだ理由について、長谷部は藤枝は自分が生まれ育った町で、幼い頃から藤枝東が高校選手権で活躍していた姿を見ていたので進学したい思いがありました。ただ当時は推薦入学もなく、勉強がしっかりできないと入れない学校なので、サッカーはもちろんですが勉強も頑張りましたと当時を振り返っています。長谷部といえば真面目で勤勉なイメージがありますが、学生時代からすでに学業とサッカーを両立しており、まさにイメージ通りですね。そして高校2年生の後半にレギュラーをつかみ、 U18 日本代表候補にも選出されますが、在学中に全国高校サッカー選手権には出場できませんでした。そのため県内の J リーグの2クラブからのオファーはありませんでしたが、県選抜でのプレーを見た浦和レッズや名古屋グランパス、明治大学などからオファーを受けます。ちなみに高校時代の長谷部は髪が長く少しチャラいです。そして高校卒業後の2002年に浦和レッズに加入。1年目はほとんど出場機会がありませんでしたが、徐々に出場機会をつかみ、2004年にはポジションをトップ下からボランチに移し、オシムジャパン時代の名ボランチ鈴木啓太とコンビを組んでセカンドステージ優勝に貢献し、自身も J リーグベストイレブンに選出。以降も鈴木啓太とコンビを組んで J1 優勝や ACL 制覇など浦和のタイトル獲得に貢献。2006年には日本代表デビューも果たしました。なお長谷部というと守備的な選手のイメージがありますが、当時はドリブルで相手を抜き去ってのゴールシーンなども見られ、シーズン5ゴール前後は記録するなど攻撃面での活躍も目立つ選手でした。そして2008年にはブンデス1部のボルフスブルクに移籍し、日本代表でも遠藤とダブルボランチを組んでレギュラーに定着。2010年の南アフリカワールドカップではボンバーヘッド中澤に代わってキャプテンに就任し、日本のグループステージ通過に貢献。ザックジャパン時代にも遠藤と共に不動のボランチとして君臨し、2014年のブラジルワールドカップにも出場。同時期に現在も所属するフランクフルトに移籍しています。そして監督がアギーレ・ハナクソ・ホジッチに代わり、年齢的に遠藤は代表に招集されなくなりましたが、長谷部はコンスタントに出場。ハリルジャパンではこれまでのダブルボランチのシステムではなく、4-3-3などのシステムが採用されることもありましたが、この場合は長谷部はアンカーとして起用され、基本的に怪我以外ではレギュラーから外れることはありませんでした。そして2018年のロシアワールドカップの直前には、急遽西野朗が監督に就任しますが、長谷部は相変わらず絶対的なボランチとして君臨。パスのスペシャリスト柴崎岳とコンビを組み、グループステージ通過に貢献。大会後はキャプテンマークを吉田麻也に引き継ぎ、代表引退を表明。この時長谷部はすでに34歳であり、あと数年のうちに現役引退するだろうと思われましたが、フランクフルトではポジションをボランチからリベロに移し、2018-19 シーズンのヨーロッパリーグ優秀選手にも選出。その後もコンスタントに出場を重ね、ブンデスリーガにおけるアジア人の最多出場記録も更新。39歳となった現在でも出場を続けており、最近はチームメイトにおじいちゃんと呼ばれることもあるそうですが、ひとたび試合に出れば高いパフォーマンスを発揮しています。来シーズンも現役選手としてプレーを続けるか、コーチとして指導者の経験を積むのかは分かりませんが、今後も様々な形で日本サッカー界に貢献してくれるはずです。非の打ちどころがありません。かっこよすぎます。次に長谷部のプレースタイルを紹介します。サッカー選手には様々な特徴を持った選手がいます。伊東純也や前田大然であれば圧倒的なスピード、大迫勇也であればポストプレーのうまさ、長谷部と同じボランチの選手にしても遠藤康人や柴崎岳はパス技術、
遠藤航はフィジカルの強さを生かしたボールダッシュ能力など、日本代表で活躍するレベルの選手には何かしら分かりやすい強みがあることが多いです。一方、長谷部は身体能力的にもスキル的にも特別何かの能力に特化した選手ではありません。それでも長谷部が日本代表の不動のボランチとして君臨し続けたのは、総合力と戦術理解度の高さでしょう。まず、長谷部は確かに特別何かの能力に優れるわけではありませんが、トップ下を務めた経験もあり、遠藤康人ほどではありませんが、パスもうまく、ビルドアップ時の安定感は高いです。まだ、攻撃参加する機会はそれほど多くはありませんが、絶妙なラストパスやクロス、時には自身のミドルシュートでチャンスを演出することもあります。一方、身長180センチという体格に加え、ボルフスブルク時代にはサイドバック、フランクフルトではリベロを務めた経験から、遠藤航ほどではありませんが、対人守備力も高く、守備時の安定感も高いです。このように、何かに特化しているわけではありませんが、ボランチに必要な能力を全て高水準で兼ね備えており、総合力が高いと言えます。また、戦術理解度が非常に高く、攻撃時には的確なサポートをしつつ、味方が上がった際にはカウンターに備えてバランスを取る役割をこなします。試合を通して常にピッチ全体を見渡し、危険なエリアを察知し、的確にスペースを埋めるカバーリング能力の高さによって、目立たないながらも日本代表を陰で支え続けていました。戦術理解度が高い長谷部だからこそできる動きです。何より、遠藤康人、山口蛍、柴崎岳など、相方が変わりながらも、どの監督の下でも常にコンスタントに起用され続けたことが、長谷部の有能さを示す何よりの証拠でしょう。高水準な基礎能力の高さに加え、チームメイトの特徴、監督の戦術に柔軟に対応し、自身の役割を確実にこなせる高い戦術理解度によって、長谷部はどんなチームにも重宝される存在となっています。長谷部の実際のプレーを紹介していきます。まずはミドルシュートです。ミドルシュートはボランチの選手が攻撃参加する際に非常に重要なプレーです。ミドルシュートを見せておくことで、相手の選手がシュートを警戒して前に出てくれば後方のスペースが空きますし、こぼれ球を詰めてのゴールやコーナーキックでのセカンドチャンスからも得点を狙えます。海外だとベルギー代表のデブライネやクロアチア代表のモドリッチなどが強烈なミドルシュートを武器としています。そして長谷部もかなり質の高いミドルシュートのスキルを持っています。まずはキリンカップ2010のアルゼンチン戦でのプレーを紹介します。0対0で迎えた18分、岡崎が前線からのプレスでボールを奪ってクロスを入れますが、ボールを受けた本田は相手に足を出され、ボールは後方に転がります。そしてこのボールに反応したのが長谷部。かなり距離がありましたが、振り抜かれた右足から放たれたボールは、地を這うような弾道でゴールキーパーに直撃。コースとしてはゴールキーパー正面でしたが、あまりの急速にキャッチしきれず、こぼれ球を岡崎が詰めて見事先制ゴール。これが決勝点となり、日本はアルゼンチンに歴史的初勝利を飾りました。また、川島の万歳や酒井豪徳の優勝ディフェンスによって先制されながらも、見事な逆転勝利を果たした2013年のベルギー戦でも、44分に柿谷のマイナス方向へのクロスから、豪快に右足を振り抜いて強烈なミドルシュートを放っていました。このシュートはゴールキーパーのファインセーブに阻まれますが、ゴールキーパーによっては入っていてもおかしくない質のシュートでしたし、結果的にコーナーキックになっているので、攻撃としては成功です。サッカー経験者ならわかると思いますが、自分の方向に転がってくるボールを吹かさずに強くシュートするのは意外と難しいです。2017年のベルギー戦での長友など、プロでも宇宙開発してしまうことは珍しくありません。一方、長谷部は高確率で速い球を枠に蹴り込んでおり、キックの技術の高さが伺えます。ちなみに今回紹介した以外にも、長谷部は何本も高い質のミドルシュートを放っていますが、なぜか一本も決まっていません。これはサッカー日本代表の七不思議の一つです。しかし、直接ゴールにはならなくとも、アルゼンチン戦のようにゴールが生まれることもありますし、ベルギー戦のようにコーナーキックを奪えることもあります。枠を外れて相手ボールになったとしても、ミドルがあると相手に思わせることも重要ですし、長谷部のミドルは陰ながら日本代表の攻撃に厚みをもたらしていたはずです。ちなみに、長谷部は2列目からの飛び出しやドリブルによる持ち上がりに比べ、ミドルシュートによる攻撃参加が多いですが、これには次のような理由があると考えられます。ダブルボランチの場合、攻撃時に2人とも前線に上がってしまうと、万が一ボールを失った際に相手に広大なスペースを与えることになり、カウンター時のリスクが急激に増加します。そのため、1人が攻撃参加している際は、もう1人が後方でバランスを取るのがセオリーです。そして日本代表において、長谷部は基本的に前線に上がらず、攻守のバランスを保つ役目を担うことが多いです。そのため、長谷部が攻撃参加しているということは、ボランチが2枚とも前線にいる状況となっており、ボールを失うと途端に大ピンチとなります。ミドルシュートであれば、打てば外したとしても一度プレーが切れるので、
その間に帰陣して守備陣形を整えることができます。これが高い戦術理解度を誇る長谷部がミドルを選択することが多い理由だと思います。これに関しては個人的な考えなので、皆さんの考えもコメントで教えていただけると嬉しいです。ザックジャパン時代のパサーといえば、何といってもガチャピン遠藤の印象が強いでしょう。確かに、遠藤が日本代表屈指のゲームメーカーであるのに対し、長谷部は攻守のバランスを保つバランサーという役割でしたが、長谷部も元は攻撃的な選手だったこともあり、遠藤ほどではないにせよ、多くのパスで日本代表を支えてきました。まずは当チャンネルでも何度か紹介していますが、2011アジアカップ準々決勝のカタール戦を紹介します。試合は1対1で前半を折り返しますが、62分には吉田麻也が痛恨の2枚目のイエローカードで退場となり、さらにそのファールによって与えたフリーキックを決められてしまいます。この時、ゴールキーパー川島はゴール内でボールをセーブしていましたが、できればゴールの外で止めてほしかったです。かなり厳しい状況でしたが、70分には香川のゴールで再び同点に追いつきます。そして2対2のまま試合が進行しますが、試合終盤にはここまでバランスを考えて下がり目だった長谷部が高い位置を取り、3点目を狙いに行きます。そして89分、長友が前線に蹴ったボールのこぼれ球を本田が回収しますが、ドリブル中に相手に倒され、続く岡崎も相手選手のスライディングに阻まれます。そしてそのこぼれ球を遠藤が回収し、後方から悪質なタックルを受けながらも、なんとか長谷部につなぎます。なお、同時にアモーレ・ブラボー・ルイージ・長友もなぜか自爆しています。そして遠藤からのパスを受けた長谷部は、ダイレクトで強烈な縦パス。針の穴を通すような弾丸パスで相手の守備陣を突破し、最速で最前線の香川にパスが送られます。そして香川も悪質タックルに吹き飛ばされますが、最後はディフェンダー井ノ原が詰めて勝ち越し。プレーに絡んだほとんどの選手が相手の悪質なプレーに削られながらも、なんとかボールをつないで決めた魂のゴールです。しかし、その中でも長谷部の貢献度は群を抜いています。長谷部がパスをする直前のシーンをよく見てみると、確かに香川が縦パスを要求するジェスチャーを行っているのがわかります。混戦によって日本もカタールも選手の配置が乱れているこの状況。確かに香川に縦パスが通れば一気にゴールに迫ることができます。しかし、香川への距離はかなり遠いですし、香川の近くには相手選手もいるので、パスが少しでもずれたり、スピードが遅ければ即カットされます。しかもディフェンダーの長友、井ノ原も前線に上がっているので、カウンターを受けると大ピンチです。それでも長谷部は、ここしかないというコースに縦パスを供給。ミドルシュートでもそうでしたが、長谷部はダイレクトで抑えを効かせた速いボールを蹴るのが得意な印象があります。本当に見事な縦パスでした。長谷部の相方を務めた遠藤が得意とするプレーの一つに、体の向きで相手を騙すパスがあります。遠藤が2011アジアカップ準決勝の韓国戦で使用したパスですね。今回は長谷部がこのテクニックを利用し、相手を欺くパスを出しているブラジルワールドカップグループステージ第3節のコロンビア戦を紹介します。1対3で迎えた83分、長友からのパスを受けた長谷部は、相手にボールを狙われますが、冷静なコントロールで受け流します。そして右を向いてパスモーションを開始。相手からすれば、本田へのパスやミドルシュートを警戒するボールの持ち方ですが、その裏をかいた香川への縦パス。これには相手も対応が遅れ、香川が相手ゴールキーパーと1対1になっています。香川のシュートは惜しくも外れましたが、長谷部の素晴らしい判断とパスでした。普段は後方でバランスを保っていますが、先ほど紹介したカタール戦や今回のコロンビア戦のように、得点がどうしても欲しい状況では攻撃参加することも珍しくはありませんし、前線でもクオリティの高いプレーで攻撃面に貢献することができます。イーブンな状況ではミドルシュートなどリスクが少ない選択をしますが、劣勢時には少しリスクがあってもゴールの可能性が高いプレーを選択しますし、逆にリードしている際は盤石な守備。状況判断力が高いので、点数状況や残り時間を考慮して、最適なプレーを選択することができますし、どのようなプレーも高い質でこなすことができます。本当に万能な選手ですね。次に、2013年に行われたオランダとの親善試合から、長谷部の絶妙なテクニックから生まれたゴールシーンを解説します。この試合といえば、歴代日本代表ベストゴールとも呼び声高い、美しい崩しからの本田のゴールが有名ですが、1点目の大阪のゴールも素晴らしいゴールです。そしてこのゴールをアシストしたのが長谷部です。0対2でリードされた展開の中、43分に長谷部が見せます。オランダの縦パスに対し、吉田麻也が素晴らしい飛び出しでボールを奪うと、前方にいた長谷部につなぎます。そして長谷部のトラップ際を狙って相手選手が寄せてきますが、体をうまく使って相手をブロックし、相手を背負ったまま入れ替わって前を向きます。長谷部の状況判断力とフィジカルの強さが生きたシーンです。これによって前線は3対2の数的優位の状況になりますが、長谷部は非常に冷静です。相手2人の間のスペースにドリブルし、相手の1人が本田へのパスコースを切りつつ、長谷部との距離を詰めます。
そしてもう一人の相手選手がカバーのために少し中央に寄ったタイミングで大迫にドンピシャのパス。そして大迫がこれをダイレクトで枠に転がしてゴール。大迫のフィニッシュも素晴らしいですが、起点となった長谷部のターン、ドリブル、パスも完璧です。パスが少しずれたり浮いてたりした場合、ダイレクトでのシュートは困難だったと思います。長谷部の名アシストシーンの一つです。最後に直接プレーとは関係ありませんが、長谷部の心が整いすぎているシーンを紹介していきます。ロシアワールドカップアジア最終予選第3節のイラク戦。日本はワールドカップ出場のために絶対に勝利が必要な状況でしたが、後半アディショナルタイムの時点でスコアは1対1。このままでは厳しいと判断した日本は、最後の手段として高身長の吉田麻也を前線に上げるパワープレーを採用。そして吉田が前線で体を張ったボールキープで相手のファウルを誘い、左コーナー付近でフリーキックを獲得します。日本中が見守る中、キッカー清武のクロスは相手にクリアされますが、後方に待機していた山口蛍がこぼれ球をダイレクトでゴールネットに突き刺し、劇的な勝ち越しゴールを決めます。これには日本中が大熱狂。選手たちも日本ベンチに駆け寄り、喜びを分かち合います。そしてキャプテン長谷部も、この歓喜の渦に加わっていましたが、一瞬で切り替えて一人別方向に走り出す長谷部。なんと長谷部は、この状況で相手のリスタートを阻止するために、すぐにセンターサークル付近に移動していたのです。自身も90分タフな戦いを続けてきて、試合終盤にようやくその努力が報われ、チームメイトと喜びを分かち合う最高の瞬間です。また、相手選手も格上の日本相手になんとか食らいつき、勝ち点1を取れる寸前にこの失点。同点に追いつくためには、この時間を利用して最後の攻撃の流れを確認し、いち早くリスタートすべきではありますが、失意のためにピッチに膝をつき、倒れ込んでしまっている選手もいます。失点した相手ですらこの状況なのに、ピッチ上で唯一、長谷部だけが次のことを考え、万が一のリスクに備えてセンターサークルに戻る決断をしたのです。いくらなんでも心が整いすぎです。そしてプレー再開後もしっかりと守備をこなし、試合終了の笛が鳴った瞬間満を持してガッツポーズ。こういった点も長谷部が長きにわたってキャプテンを務められた理由でしょうね。今回は長谷部誠の解説をしていきました。長谷部といえば日本代表のキャプテンではあったものの、これといった特徴がないため凄さが分かりにくい選手だと思います。しかし実際はボランチに必要な要素を高水準で持ち合わせており、総合力が非常に高い選手です。それに加えて抜群のキャプテンシーと状況判断力、どんなチームでも重宝される存在であるということが分かっていただけたと思います。そして39歳となった今でもブンデス一部で現役でプレーする姿はまさに伝説です。フランクフルトの試合は三笘が所属するブライトンと同じくアベマ TV で無料で見られるので、ぜひ長谷部が現役のうちにそのプレーを見てみてはいかがでしょうか。それではまた。